どうも、かつよしです。今日はですね、ユニクロ U ですね、そろそろ発売間近ということで、もう一回ね、自分なりに色々見ておさらいしとこうと思ってですねで、ちなみにこれ、先に買ってるじゃないですか、ユニクロ U のポケット付きのロン T なんですけど、これね、やっぱりむちゃくちゃ良かった。これ素材感がね、 張りがある素何ていうかなオーバーサイズというかですね一応僕の体格でこれがですね M サイズ M サイズ買ってるんですけども本当にねベストシルエットということでですね、えー、今日も早速ユニクロ U チェックいきたいと思います。 ははいではですね準備の方できました一応ねあの喋り続けますのでコーヒーの方も準備できておりますということでえー、とユニクロ U 新作なんですけども前回もね一緒に皆さんとね一緒に見たんですけども多分ねずいぶん心変わりしているのと僕この動画が好きなところは皆さんとねこう一緒に何しようかなどうしようかなって言ってるような感覚になるのでその辺り好きですねということで一緒に見ていきたいと思いますユニクロ U メンズということで2019年春夏コレクションまあ一部ね商品ね販売されてると 思います2月1日よりオンラインストアと全国のユニクロ店舗でということなんですけども下関はですねどうもねまた取り扱いが少ないわけですよただ2月に大阪に行くのでえー、っとおそらくユニクロの大型店舗に行く予定なので。 ちょっとこのあたりも見られたらいいんじゃないかなと思っております。で、アウターに関しては僕今回たくさん冬ね。買ったし、最近 zozotown でアーバンリサーチのえっ、ー、とミリタリー調のこう。ダブルのこのボタンがダブルの。 コートを買ってるので、まあ、そのあたりも含めてアウター関係スルーでいいかなとか思って若干あと割高なところも最近ちょっと気になってきちゃったんで元々ね買おう買おうって言っていたこのミリタリージャケットもまあ軽やかなコットンツイル素材ということでまあ春のねジャケットとしては抜群だと思うんですけどもなんせこれね7000円しちゃうわけですようーんって考えちゃったわけですよねただねこのねミリタリーのこのジャケット関係は、えー、実際今レギュラーライン のユニクロでね、こうこんな感じのね雰囲気のやつがあったので、それ1回羽織ってみたんですよ。ちょっと大きめの L サイズ羽織ってみたのかな。なかなか良かったんで、それもありなんじゃないかなと思って。レギュラーラインだったら結構こう値引きの可能性があるのです、ね、そのあたりを期待し,しつつという感じでございます。 で他はねまあポケットブル系はスーしてデ,ムデニムジャケットデニムジャケットはね最初に着てたこのね GU のデニムジャケットがあるのでこれね意外と形,、ね、形気に入っているんですよ形が気に入っているのでだんだん噛んできた形が気に入っているのでこれでいいかなとか思ってまあそんなに雰囲気的に変わらないかなとか思いつつただこのブラックはねブラックのボタンがかっこいいですよねただ僕もね 一応ブラックのボタンに付け替えております。まあ、そんな感じでございますでしょうか、えー、だんだんねだ、えー、だんだん息が切れてきました。ということで続きなんですけども、まあ、ダウンはねなしということですね。で、えー、とセーターカーディガン系に関してもともと多分ねおそらくこれが欲しいっていうふうに言ってたような記憶もあるんですがこれモデルさん変わったじゃないですか画像で。 でねこれ見たら若干ね透け感を感じるので実際ちょっと見てからにしたいなと思ってでももしかしたら重みもコットンだから重みもあるのかなとか思ってですねただ一つまたね気になるアイテム増えましたこちらでございますコットンブレンド V ネックカーディガンですね,カーディガンねまあ普通のカーディガンじゃカーディガンなんですけどもこのねブラックが いいいんじゃないかなとかかと思ってでブラックのカーデガンが着て中に白い T シャツ着て、まあ、ブラックパンツだったりとかニムパンツ履いたりしてエアマックス履いて、まあ、そんな感じでちょっとイメージがね出てきているのでもしこれをね買うんであれば2月上旬一部店舗商品ということで大阪に行ってね見てみたいと思いますで続きなんですけどもカット層関係やっぱりねこのスウェットのパーカー えー、今持っているのが、えー、とこの、えー、2018年の秋冬の、えー、何色っていうんですかね、えー、ブラウンというかパープルというかそういった感じの色目のねパーク一1着持っているんですけどもこれねやっぱりいい感じだなと思ってただこのねグレーとねブラックに関してはあただじゃない、えー、た,ただ欲しいカラーがこのねまあ色目じゃなくて。 グレーとかブラック関係がいいんじゃないかなと思って狙っているわけですよ。で1月中旬発売予定なのでもうじきなんですけどもこれ一部店舗商品ってあるんですけども確かね僕が持っているパーカーももともとそんな感じだったんですけど実店舗でね置いてあてるのでまあもしかしたら。 まあ流れてくるのか変わるのかわかんないんですけどねまあ予定という感じなのでですねもしかしたら新好きのユニクロでも見られるかもしれないということでまあグレーもしくはブラックチョイスしたいなと思っておりますでねスウェット関係僕最近すごくお気に入りでいろいろ買ってるじゃないですかやっぱりねユニクロ U のねこのクルーネックのスウェットもねこのグレーブラック気になるんですよでこれがね肩がね 見てもらったこのラグランスリーブになってるじゃないですかここがねいいラグランスリーブなんでちょっと大きめの感じでも着られてもこの肩のねこれだったらこの肩のデザインってあるじゃないですか、まあ、そこもね気にならないのでまあいろんなね、着こなしに、まあ、重宝するんじゃないかなと思っておりますやっぱりね僕ねユニクロ U に関してはインナー関係結構揃えたいなと思ってやっぱ無地でねこのねコスパだったら最強だと思うんですよでこのクルーネック T シャツ僕今ね着ておりますね これはねほんとねコスパむちゃくちゃいいと思いますこれ1990円プラス税でしょで今ねこのねパープルを着ているんですけども一応僕 M サイズで買っているんですけどもこのねホワイトグレーブラックはちょっと 確実に抑えておきたいなと思ってただカラー系はまあこの辺りはうんどうしようかなと思っているんですけどこの3色に関しては間違いなく多分ね追加購入すると思います。いいや楽しいですねということで続いてなんですけども。 意外と気になってきちゃっているのがこのオーバーサイズクルーネック T シャツの半袖ですねシンプルだからこそ、まあ、こだわった究極の1枚ですねで、このねホワイトとかブラックとかまあ、カラー系もいいんですけどもこのグレーこのグレーねむちゃくちゃかっこいいなとか思っちゃって で少し大きめサイズでおそらくでもね少し大きめと言っても僕 M サイズで多分いいと思うんですけども2月上旬発売ということで1500円プラス税このグレー久しぶりに着たいなと思っちゃいましたねでまあ半袖のねクルーネック T シャツはこれコスパめちゃくちゃいいと思いますしもともと、えー、最初にねフルラインナップみたいな感じでまあ この何動画動画じゃ動画じゃないえっ、ー、となんだっけホームページ上でアップされた時にもっとカラーあったと思うんですけども多分小出しにしていくのかなと思ってまあ間違いなくねホワイトとかグレーとかブラックはね、えー、追加購入するんじゃないかなと思いますまあもともとね、あのー、前回のユニクロのユニクロ U のこの辺りの T シャツ持ってるんですけどもやっぱりいいので まあ追加購入間違いないなとか思って、まあ、ブラウンだとかイエローだとかねダークグリーンだとかネイビーとかね自分のね好きな色が選べる1000円プラス税でこれ買えるんだったら本当いいんじゃないかなと思いますでこのボーダー系はあーと去年のね春夏は結構焦って買ったんですけど実際着るまでにじ結構時間があってその間に値下げとかされたりしてたと思うので、まあ、このあたりはまあ焦らなくていいのかなと。 これ価格違うんだよく見たらこれが1500円プラス税でしょこれもねサイズ感的に本当かっこよさそうですよねこれが何でだろうなぜ1990円プラス税なんでしょうか素材感が違うのかなまあボーダー T シャツはねまあ夏になるに従って まあ在庫がががあっってて価格が下がってからでもいいいんじゃないかなかと思っておりますでシャツ関係シャツはね春絶対的に着たいわけですよでこのねベージュもね最近またねちょっと気になってきちゃったしであとこれこれはねぜひぜひ手に入れたいなと思いますね実際ねこれ、えー、と両方とも2月上旬でしょ一部店舗だから大阪で確認できるとでこれがね僕なんだかんだで好きかなとか思って。 あと丈感だとかね無印良品のシャツの丈感ベストじゃないですか、まあ、それと比べるのもまあ物が違うんでまああれかなと思うんですけども若干この辺りも試着してみたいなと思っておりますで半袖はスルーでしょでそれからそれからボトムスに関してはこれね一択になってきましたね僕の中でイージーワイドフィットテーパードパンツということで。 えー、ブラックネイビーもいいなとか思ってて最近僕はナイキのエアマックス買ってるじゃないですか、まあ、そのあたりとの雰囲気って少しこうストリートというかスポーティーというかそのあたりのコーディネートに使っていけたらなと思っておりますでそれでじゃあお気に入りに何入れたのとか言ったらですねこちらですね今のねは、えー、イージーワイドフィットテーパードチノだったりだとかあとねこのチェックのシャツこういう風にちょっとねコーヒーいただきます こういう風に並べたらね非常にね魅力をね感じるわけですよでクルーネックもまあブラックブラウンホワイトでこのねポケット付きのね半袖当ねこの特にねこのねグレーいいんじゃないかなとか思っているわけですよこれユニクロのねお気に入りこれなんでなんでちょっと待ってくださいねはい仕切り直しなんですけどたまにバグりますよねバグって。 さっきねここまでしか見られなかったと思うんですけども今ねこうやってね下までスウェットシャツトレーナーですねトレーナーいいですよねやっぱりねでこのグレーブラック絶対的に押さえててなんかこう見たら全部欲しくなりますもんグレーのクルーネックでしょブラックのクルーネックグレーのパーカーにブラックのパーカー でねブラックのカーディガンこう見たらなんかすごくかっこよく見えるのは素材感ですねあと厚いのか薄いのかしっかりしてるのか柔らかい系なのかそんな感じですねでこのねロンティこれは本当に良かったこの本当ね素材張り感めちゃくちゃ良かったんですよで間違いなくだからこのブラックとグレーと。 ホワイトは確実に行くんじゃないいかななと思いますねなんかこう見てたらいくら使うんだろうとは思うんですけどもこれ全部手に入ったらなんかねすごくハッピーになりそうな気がしてですねいや楽しいなやっぱユニクロ U まあそろそろ本当発売ということでねもう一回ね見ているんですけどもまあその辺も含めてですねなんんか皆さんとこう 本当はね、なんかね、10人か20人集まって、こう、何にしようかって、本当にね、集まってしたいぐらいですよね。ということでですね、まあ、そんな感じでですね、ユニクロ U、もうそろそろ発売で、本当ね、ベストなタイミングで大阪に行けるのでですね、そのあたりもいろいろ見てですね、今後購入していきたいかなと思います。では、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。では、本日もご視聴ありがとうございました。 もししよろしければぜひチャンネル登録お願いいたしますあとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください。以上勝佳でした。ではまた見てください。これはね結構ね僕気に入ってるんですよ。でこのね今グレーのパンツはいてパープルのねロンティー着てジージャンスタイルおっんか落ちたジージャンスタイル最高ですね。